どうもメリッサです。今回はオール TS オーダーを使ってリアルタイム対戦の方やっていきたいと思います。いや美しいでしょこの紫のオーダー、タイムスリップの背景が僕一番好きなんでね、ここは非常に組めて嬉しいところでございます。まあね、2ヶ月前にこの企画を撮ったんですが、まあ、シリーズ1も終わり、タイムスリップ第6弾まで排出が終わったということで、今回改めてタイムスリップオーダー回ということでやっていきたいと思います。タイムスリップ4、5、6弾でかなり多くの選手を獲得できましたので、ニューTS打線なんでね、はいちょっとで紹介していきたいと思います。この伊能選手と宇都宮選手を獲得することができたんで、この2ピースでやっと埋めることができましたね。タイムスリップ第5弾は改めてピッチャーの当たりが多かったなという印象でございます。野手の方もですね、強化されてまして、去年の菊池さんだったところを井口さんで、阿部慎之助選手だったところを北川選手に変えております。やっぱ1年間経つとスピリッツが300変わってきてしまうので、ここの入れ替えはね、タイムスリップオーダーを組むにあたって非常に大きかったんじゃないかなと思います。 DH にはね、ラインドライブの片岡選手だったりと、4、5、6弾でかなり多くの選手を獲得できたんじゃないかな。で、一つやりたいのがこの西口さんの起用なんですよね。この西口さん、タイムスリップ2弾で獲得して1回も出番がないので、今回登板させていきたいかなと思っております。この TS の背景がね、一番好きなんで、ちょっとランク戦の方でね、暴れ回っていきたいと思います。1試合目の方やっていきたいと思います。どうぞ。さあ1試合目のやっていきたいと思います。まさかの西口さん対決ですねここで西口さんが被ると思わなかった。しかも極めてるわ、セーブ愛が感じられる。こっちの1番バッターはタイムスリップ打線福留選手でございます。まあ福留選手っつっても古い福留選手なんだけどね、オッケー、ナイスバッティング、先頭しっかり出ていく。古い福留選手でも強いですから。2番は井口選手、2番右バッターが良くて、誰かなーと探したところ、まあ、井口さんが一番いいかな。前回のタイムスリップ打線でね、井口さん出てなかったんで、オッケー。いやー、それーローボールヒッターだからヒットなると思ったけどなー、惜しい。3番片岡選手、普段ランク戦で見ないけど強いみたいな選手が多い。この片岡選手もライドラなんで強い打球打てると思うわ。パワー81ね、オッケー。で、相手の西口さんタイピンチ発動してるからオッケー。井口さんと片岡選手は前回のオーダーにはいなかった選手ですね。タイムスリップ4段と5段の選手かな。オッケー、ナイスで、4番はのりさんと、のりさんタイムスリップで登場してるんで、まあ当たり前ですけど OB は登場しませんね。うわ、入ってるか。いや、西口さん久しぶりにやると打ちにくいな。いやー、ボールか。いや、オッケー、ナイスバッティング。いや、最近中日のりさんが打ちやすすぎるんだよね。で、5番藤井選手、満塁男。いや、意図せず満塁男が出ていく。いや、強いぞタイムスリップ打線。いや、コメント欄にね、お前中日のりさん使えやというコメントがあったので、まあ、確かにって思って使ってる。オッケー、ナイスバッティング、満塁男。いやー、ナイスバッティング。オッケー、北川選手。北川選手もタイムスリップ6段の新加入の選手でございます。オッケー、ナイスバッティング。いや、いいね、このミートパワー高い選手多くない、タイムスリップ。オッケーオッケー。で、7番に今日は糸井選手、ライト松永選手ね。オッケーオッケーオッケー。特殊能力負けたんで中地に変えてきました。中地これスピリッツ3600なんだけどめちゃくちゃ強い。ナイス。お、申告敬遠ね。はい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 。オッケー、満塁男1試合2回満塁男出るっていうね。鳥谷さんは今年 OB で登場する可能性全然あるんじゃないかなと思ってます。阪神版 OB 楽しみっすね。オッケー、ナイスバッティング。落ちるっしょ。あー、落ちないか。オッケー、長野さん。オッケー、その配球は舐めてるよ。ナイスバッティング、素晴らしいんじゃない。シリーズ1納めの集大成の動画ですからね。みんなの晴れ舞台なんで。オッケー、ドメさん、アベレージヒッターついてないドメさんでもしっかり2打数2安打。オッケー、井口さん来た。ナイスバッティング、広角ローボールヒッターの力。うわ、西口さん登板させたかったけど、これはこれでいいか。さあ2試合目のやっていきたいと思います。またも先行ですね。いや、強制しようかもしんない。2試合連続守りがないかもしんないね。いや、僕実際ランク戦そんなやってないんですけど、順位が750位ということで、みんなもランク戦やろうぜ。俺そんなやってないぞ俺撮影と生放送でしかランク戦やんないからね。もっとみんなでランク戦盛り上げていこうぜ。コナミさん、新しいランク戦システムお願いします。
オッケー、井口さん。いや、井口さん大活躍やな。やっぱ広角あると全然打ちやすいね。で、今年タイムスリップの目玉として、注目されてた新庄選手がね、最後の最後まで登場しなかったんですよね。これがちょっとね、界隈では意味深だと騒がれておりまして。オッケー入る。オッケー、ナイスバッティング。ラインドライブね。まあ、新庄強しセレクションかどうかはわからないけど、まあ、ダルビッシュセレクションがあるよって発表されてるんで、まあ、そこでね、ちょっとね、新庄さんなんか登場する可能性あるんじゃないかな。そしたらまたね、タイムスリップとは別の背景だと思うんで、おわ、藤井さんそのホームランかっこいいね。で、北川選手。タイムスリップ新庄さんの背景はまた来年にお預けかな。まあ、それが今年特別な新庄さん出しちゃったら来年普通の T3 で出せなくないっていう。阪神の新庄さんを出してくる可能性あるか。来年はどんなタイムスリップ選手が出るか楽しみですね。誰が残ってるんだろう。あー、えぐそのボール。さあ、こっちの守りですね。こっちの先発ピッチャーは TS オーダー新加入の伊能選手でございます。12球団でも使うぐらい強いんで、やっぱこのね、いやー、ファル、危ねー。このタイムスリップオーダーの先発ローテに入ってこないわけないんすよね。 OK、 取れる取れる。ライト、ライト、 OK、 糸井さんナイス。オッケー、ナイスピッチング。北川さんナイス。それでも糸井さん強いわ。これ完全体っすね。完全体糸井よしお。オッケー、完璧。桑原さん守備範囲広。さあ、デスパイネ行きたいと思います。最近ね、デスパイネ使ってる YouTuber の方のショート動画めっちゃ見てんだけど。さあ、広角発動していく。オッケー、広角、これ絶対抜けるんすよね。ナイスバッティング。さすがにカーブ、カーブは舐めてるでしょ。さあ、ここはね、中地行きたいと思います。福留さんの特納負けちゃったんで、オッケー。え、3600でも全然いけるやん、中地。中地もね、ダルビッシュセレクションかな。あ、違うわ。ダルビッシュセレクションの一つ前のセレクションで、強化されてるんすよね。オッケー、ナイスバッティング。さあ、井口選手頼む。今日の主役や。井口選手、タイムスリップオーダーのセカンドが弱かったから、あそこのピースにはまるなーって思って獲得した選手でもあるからね。わー、素晴らしい。素晴らしいよ、これ。加藤岡選手。ライトだ、入れ。うわー、惜しい。うわ、今それさ、強制満塁ホームランだったらクソがっけえやんけ、それ。ちさほ、オッケー、素晴らしい。いや、ラインドライブ、足速くないか。あ、打球速くないか。うん。本当だからだ。おわ、相手又吉選手。初対戦なんだけど、又吉選手もタイムスリップの可能性、来年ぐらいありますよね。中日バージョンの可能性。あ、超高速シンカーかな。カットボール。あー、ミスった。オッケー。あ、超高速シンカーか。これ結構特殊ルール強そうっすね、又吉さん。わー、大ピンチ。あ、まあまあまあ、強いよね、普通に。なんか、セレクション出た時、まあまあ強いなって思ったもん。シュートか。落ちないか。超えろ、超えろ。あー、さすがに強制無理だったか。よーし、オッケー。ナイスピッチング。伊能さん、やっぱ強いね。さあ、3試合目のやっていきたいと思います。先ほどの連勝なんですが、途切れました。はい。途切れた上、取り直してるっていうね、YouTube の闇でございます。はい。まあ、と言いますのも、その負けた試合が25分ぐらいになっちゃったんですよ、撮影時間が。うん。もう編集もしづらいということで、また新たな連勝を構築してきました。ってことで、こっちの先発は、先ほど強制してしまって出番のなかった西口選手でございます。この西口選手、動画で使うの初めてじゃない？あのね、タイムスリップ2段のランキングで撮ったんすよ。ランキングで撮って動画にする機会失ってしまってたんで。オッケー、ナイスピッチ。オッケー、ナイス、いいね。あっためっすよ、もうめちゃめちゃほっかほかです。ほっかほか西口。うん。さあ、大きいスライダー。これね、もうね、ここ左端から行って、右端から行って、これ真ん中ぐらいまで行くんでね。うん、まあ、真ん中言い過ぎか。オッケー、ナイス。根っこに当たってると、ナイスキャッチ。さあ、こっちの攻撃ですね。この試合も5点でコールド決めたいと思います。ちなみに、ボツにした動画は、7対7の同点で、延長で判定負けしました。かなり辛い、うん。かなり辛いけど、ランク戦生放送で、いやー、それ取られるか。生放送でね、連勝を巻き返してきましたね。今、撮影が深夜3時なんですけど、OK! あー、やばい、三者凡退。西口さん頼む、ここ0点で行ってくれ。またここで連勝止まるのだけは避けたい。あー、やばい、これ。OK、ナイスボール。ナイス。さあ、外からのスライダー。これね、OK、OK、取れる、取れる、取れる、落ちる、それ。あ、セカンド、セカンド。させ。おーい、マジかよ、それ。変化球2式あるとこに、ストレートベストピッチを刺してあげるとゲッツ。OK、ナイスピッチング。さあ、あと1点取るだけだよ。ガチで行かしてもらいます。この1点取って20連勝で生放送につなげたい。弱いと、いうことは絶対に避けていきたい。なるほどね。で、幾度となく、僕のピンチを、危ない危ない危ない。ちょ、ルイ飛び出してたよ、今。危ない。お、サヨナラ男来た。あ、やっぱサヨナラ男って、ランナー一塁の場面でも発動するんだ。
サヨナラホームラン頼む。ここでも、ここでもサヨナラホームラン。オッケーオッケー、悪くない悪くない。いや惜しかったけどね今。さあ1、3塁。さあ相手堀江選手の交代か。左対左やだね。オッケー、広角はナイス。で相手大ピンチか。ここマジで決める。ここで決めないと結構きついからね。オッケー、抜ける、危ねえ。ラインドライブ最強。ご視聴ありがとうございました。